その難関勢がじわりと前に上がります。4番の桜川がスーッと前に上がって5番の伊藤の横を通過、6番の山崎をまずは抑えていこうというところですが、1番の内田が3番手外まで上がってきて、ここは前に上がっていきます。先頭誘導員かわしたのは1番の内田、その後ろ3番の太田、9番の工藤が3番手、続いて4番手、さあ4番の桜川が巻き返して上がってこようというところ、4番桜川が前を叩いてここは主導権取っていきます。後ろ2番の鈴木、3番手に下がった1番内田、その後ろ3番の太田です。残り1周1コーナー縦1列、4番の桜川先頭です。2番手2番の鈴木、後方からまくってこようというのが5番の伊藤、しかし伊藤は車が出ず、3番手から1番のここは内田がまくっていきます。その後ろ3番の太田も懸命に追っていきますが、少し離れ加減か、4コーナーから直線、1番の内田が先頭です。外から3番の太田をもう1回上がってきた、3番の太田がゴールイン。